の信号はここで途絶えた。こちらタレサ、エドガー、聞こえるか？ここは標高1000メートル。落ちたら一巻の終わりだな。総員行くぞ。一刻も早く上層プラットフォームに到達するんだ。戦場なんかにしていけないんだ。早く何とかしなきゃ。高高度戦闘は絶景ブースターこそが王道よ。こちら262戦術連隊エンゲージ。総員変形、バトルフォーメーション、行くぞ。諸君、上で会おう。未だにエドガーと連絡が。何かあったのか。ユグドラシルにこんなに敵が。こいつは新型機か。この地形はきついな。ブースターの冷却状況に気をつけなくては。
この地形はきついな。ブースターの冷却状況に気をつけなくては。地形はきついな。ブースターの冷却状況に気をつけなくては。
進め。俺に続け。防衛ラインの穴を埋めるんだ。多数の敵を確認。警戒を怠るな。辛抱でユグドラシルは俺らのもんだ。敵の待ち伏せだ。各機散開して任意に応戦せよ。敵が大量にいるぞ。総員戦闘準備。の識別信号、援軍か。どのくらいの間包囲されていたんだ。我々は先遣隊の増援と一緒にここに。くそ、また敵か。ここを守り抜くぞ。
援軍がさらに到着。見事だ。これでやっと一息つけるな。ストラクチャーを移動させるためのブースターだ。噴射に気をつけないとな。
ラクチャーを移動させるためのブースターだ。噴射に気をつけないとな。ストラクチャーを移動させるためのブースターだ。噴射に気をつけないとな。輸送機を守れ。民間人が脱出するまで何としても持ちこたえろ。ただの指揮官機が選べりやがって。
機防衛線まで撤退しろ。ストラクチャーの位置を元に戻さないと。ここにはまだ閉じ込められた民間人がいるんだ。コントロール再起動に成功。復旧作業を開始する。下の通路も元通りに開いた。やったぞ。
見事だ。このまま一気に奴らを叩き潰す。貨物艇と遭遇、撃ち落とすぞ。確保。これよりシージキャノン搭載型ラウンドハンマーを投下する。一丁暴れてやるぜ。地上部隊は該当機を援護しつつ前進せよ。陸戦型の新型ラウンドハンマーか。建設区画へ向かえ。ユグドラシルは必ず俺らの手に。
までとは。強化ゲートか、どうやって突破する？やいやい、あたしに任せな。最終決を始めた。油断するなよ。敵勢力が最終決を始めた。油断するなよ。敵が接近中。戦闘配置につけ。諦めんな。ここを死守しろ。近くにいるのか。気をつけろ、また敵襲だ。くそ、こいつらどこにでも湧いてきやがる。
事、仕事だの任務だのってお前いつもそればっかじゃねえか。スティールドンのやったことお前も見ただろ。何も感じねえって言うのかよ。俺たちは傭兵だ、立場は関係ない。タレサ、なんでお前まで、なんで俺の思いを分かってくれない。倒さない限りな、やるしかないか。思う存分殺し合おうじゃねえか。正面突破する。一緒にするな。てめえこそ俺をスティールドーンの連中と一緒にすんじゃねえ。俺には俺の信念がある。信念だと。このユグドラシルの下にあるのは俺の故郷フェルブンサーだ。あの町の人々は大昔から地球圏の奴らの圧政に苦しんできた。俺があの町を解放しなきゃならねえんだ。ユグドラシルを奪い、俺たちの力を上の連中の頭に叩き込んでやる。こうするしかあの町は救えねえんだ。ボルフェス、そんなやり方では。カレサ、てめえには何もわかるまい。
何者だ、所属を言え。自爆した。何かがおかしい。まさか。全員逃げろ。このエネルギー反応はやばい。これはマジでまずい。逃げろタレさん。
ロンティア14号監視所へようこそ。システムセルフチェック開始。エネルギーシステム正常稼働率 42%。 酸素循環システムエラー。酸素残量使用可能時間計算中。SOS を発信中。何者？ボルフェス。なんでてめえが。おい、他に生き残ったやつら。外がどんな状況かわからないのか。答えろよ。自分が何をやったかわからないのか。違う、俺じゃない。くそだった。こんなに見えすいた罠。死んだ俺の仲間もあの町の人々もみんな死んじまったんだ。あのメカが持ってきた装置、何か知ってるか？スティールドーンだ。この前奴らが鉱山から奪ってきた。こんなところで使われるなんて。これは火星の同胞たちよ。私はスティールドーンのリーダー、ゼクサ・ノーマッドだ。ゼクサ、この野郎。残念だが諸君らに秘宝を伝えねばならん。今日この赤い大地にて誠に恐ろしい惨劇が起こったのだ。我らが最大の植民地フェルブンサーは壊滅的な災禍に見舞われた。連合軍どもが傭兵相手に引き起こした戦闘によってだ。電波ジャックか。かのユグドラシルも、何千万のフェルブンサーの大群さもこの災禍によって全て怪人にした。勝利を得るがためにはタミグサの命など眼中にない。連合キャツラにとって邪魔ならば叩き潰される我々は虫けらにも等しい。おそらくフェルブンサーの悲劇は始まりに過ぎないだろう。ボルフェス、我らスティールドーンは諸君らに約束しよう。火星圏の自由を、あの忌々しい風を取り除くため作戦を開始する。そして空の彼方で堂々と暮らしている連中にも我々への態度を改めてもらおうではないか。あのイカレ野郎、最初から俺たち傭兵をユグドラシルに向かわせたのはそういう。傭兵に濡れ衣を着せ、ついでに口封じか。共に戦った仲間たちはみんな希望が見えたと信じて、その結果が畜生。流れた血の代償は
血で償わせてやる。お前どこへ向かうつもりだ。俺にはやるべきことがある。お前はここでぼんやりしてりゃいいさ。どうせ軍の奴らが迎えに来るだろうが。